WSL2 と VS コードで AWS CDK にコントリビューションできる開発環境を構築する。クラスメソッド株式会社 CX 事業本部マットチームの藤井です。いきなりですが、 AWS CDK にコントリビューションしようぜ。WSL2 内の Ubuntu で AWS CDK をビルドできる開発環境を構築する。やること、Windows 側の環境構築、
お疲れ様です。Ubuntu 側の環境構築。
れ様です。あともう少しです。 AWSCDK のビルド、最後に AWSCDK にコントリビューションしようぜ。